こんにちは。こんにちは。さあ金曜日ということで明日もサタフクありますけれども、はい、その前に、はい、メガネですか今日。今日メガネです。ほう。メガネですか。メガネです。なんで？髪出てきた。いやちょっとね。福島テレビで結構面白いアニメやってて、面白いアニメをやってて、で毎日こうちょっと夜更かしというか、はい、しちゃうんですよ、録画してるやつを。はい、猪之助とあと名前が多い、あの泣き虫黄色い人。泣き虫の黄色い人。なんだっけ名前。あのよくね、ビビリの人。ゼウス、ゼウス、ゼウス。ゼウスじゃない。なんだっけ。全然全然そう。やっぱ炭治郎がかっこいいな。思いますね。なるほど。あ、それ？それ？それ？合わせてきたんですか？炭治郎に。出ました？全然ちょっと違うすぎて。だって今日髪の毛も染めてる。明日のサタフク、はい、見どころは？見どころですか？明日の見どころは、あ、うん、野村さんと久しぶりのツーショットです。いや、そこ見どころじゃない。大丈夫ですか？大丈夫です。大丈夫ですか？大丈夫です。なんなら毎週どっかで違う日もある。雑。あの、冷凍食品の日ってあるんですよ。はい、今月18日。なんでその日が冷凍食品なのかっていうことも含めて見ていただけたらなと思います。はい、で特集は冷凍食品存分にお伝えします、スタジオ2人ですけども、はい、金子さん頼みました、ね、トモ任せてください。何の呼吸で頑張りますか。明日ですか。笑顔の呼吸。全集中で、全集中で見てください。よろしくお願いいたします。見てください。見る方なんだね。全集中でお伝えします。明日土曜日もサタフク、そして夜は鬼滅の刃、土曜プレミアム、はい、ぜひご覧ください。